クーフランとその妻、エメル、スティーブン・レード、1912エメルは、アルスター伝説に登場する女性。エベル、エマー、エウェルなどとも、フォルガルの娘で、クーフランの妻。エメルの容姿については、その黒髪は、男のようであり、白い肌は、貧馬のミルクのよう。また、大きく誇らしげに輝く目は、お気に入りのハヤブサであるフェゼルマのようであったと、記されている。 また、彼女は6つの才能に恵まれていた。それは、美貌と、美しい声、甘美な話術、張り仕事の際、知恵、定説である。エメルは、クーフランの妻としてよく知られている。二人の出会いについては、アルスター物語群の一つ、エメルへの求婚に詳しく記されている。この物語は、赤牛の書や、レンスターの書などの写本に残されており、いくつかのバージョンがある。 あらすじは、以下の通り。クーフランは、裏戸の女たちや娘たちの憧れの的だったが、妻を目取っていなかったため、男たちは自分たちの妻や娘が奪われはしないかと、危惧した。そこで、人々は、彼のために妻を見つけようと、コンホバルマクニサに相談をした。コンホバルは、アイルランド中に物見を送ったが、ふさわしい女性を見つけることができなかった。その頃、 クーフランはエメルとの会引きに出かけていた。クーフランは同い年で血筋や才能に恵まれたエメルと交流するうちに彼女以外に自分にふさわしい妻はいないと考え、求婚した。二人は互いに恋に落ちていたが、エメルの父フォルガルは婚姻を許可しなかった。理由として、まず彼女の姉フィアルが結婚しなければならないことと結婚するには、 クーフランの武術の修練が足りないことを挙げた。そして、クーフランに、アルバのドーナルのところで修行するように言い渡した。クーフランが親しい仲間とドーナルを訪ねると、ドーナルは、アルバの東方に住む、女武者スカータ派の下で修練するように言い渡した。クーフランは、一人で旅を続け、スカータ派の下にたどり着いた。その頃、ホルガルはエメルを、テウィルを、 ルギドと結ばれるように仕向けた。しかし、彼女のクーフランへの思いと、ルギド自身のクーフランに対する恐れから、二人は夜を共にせず、このク立ては失敗した。スカータ派のもで様々な武術を学んだ後、クーフランはアイルランドに戻った。クーフランがフォルガルの城塞に近づくと、戦いが始まった。この戦いで、フォルガルはクーフランから逃げようと、 城壁から飛び降りて死んだ。クーフランはエメルを連れて、コンホバル王の赤枝の館に帰り、裏戸の人々に迎えられた。クーフランは、その美しさゆえに、周りには常に女性がついて回った。エメルは、基本的に、クーフランの浮気に寛容だったが、たった一度、嫉妬の炎で怒り狂ったことがある。その詳しい様子は物語、クーフランの病とエメルのたった一度の嫉妬にて、 語られている。この物語は赤牛の書と15から16世紀頃の写本に残されているが、本来は二つの違った物語を一つにまとめようとした作品と考えられている。前半ではクーフランの妻はエトネとされ、後半ではエメルとされている。この物語は幻想的な雰囲気も相まって人気があり、近現代のアイルランドの作家たちによって、幸は 本案もされている。エメルが登場する後半のあらすじは、以下の通り。ある日、クー・フランは、妖精リーバンの夫ラブリドと出会う。ラブリドは自分たちの敵とついたち戦えば、妻の姉妹、妖精ファンと一月ともに過ごせると約束した。クー・フランは、見事敵を打ち果たしたが、ことの成り行きを知ったエメルは怒り狂い。50人の、次女たちと共に、 妖精ファンに復讐しようと押しかける。エメルの話を聞いたクーフランは、エメルと一生共に生きることを誓う。二人が愛し合っていることを目の当たりにしたファンは、自分をこの場に置き去りにするようにというが、それを聞いたエメルは、ファンの無視の愛を悟り、自分こそが、クーフランを諦めると言った。すると、突然ファンの音、わたで妖精の王マナナアンマクリルが現れ、 ファンを連れ去ってしまった。その後、クーフランは失恋の痛みからのまず食わずだったが、エメルがコンホバルに、ことの次第を告げると、王はドルイドたちを使わした。彼らは、クーフランとエメルに忘れ薬を飲ませ、クーフランの失恋の痛みとエメルの嫉妬を忘れさせた。マナナーンは、クーフランとファンの間で魔法の街灯を振って、彼らが永遠に二度と会えないようにした。 14世紀末頃に成立した写本、レカンの記書に収められた物語、アイフェの一人息子の最後において、エメルは、裏戸にやってきた若者が、クー・フランの息子であることを見抜き、夫が息子と戦うのを止めようとした。しかし、クー・フランは、妻の願いを振り切り、裏戸の人々の名誉をかけて、若者に立ち向かうこととなる。また、 エジャートン132に書集されている物語、クー・フランの詩では、父へと向かう夫を止めようとするエメルの様子が記されている。一時、資料二次資料。ありがとうございます。